暑いな。ということで、どうも、かつよしです。今日はですね、楽しくやっていきたいと思います。で、今日はですね、ここにね、洋服をね、かけてます。で、8月1日、毎月1日といえば恒例でございます。7月に買ってよかったアイテムということで、一緒にね、見ていこうじゃないかということで、7月、8月、暑いっすね。梅雨明けて急にガッと値段じゃない、ガッとね、気温が上がって、若干ね、バテましたね。急にの、今年ね、暑くないですか？なんかね、おかしい、基本的に。ということで、まずね、ここにはあるんですけども、ここにね、一つあるんですよ。これは絶対的にね、7月に買ってよかったアイテム入ると思います。まずね、こちらでございます。じゃじゃじゃーんと。IKEA のラック、こちら購入いたしました。まあね、下に洗剤置いたり、タオル置いたりみたいな感じで、まあ、使っているんですけど、これは本当に買ってよかった。価格も IKEA だから確かね、値段はっきり覚えてないですけど、まあ、2000円台ぐらいだったんじゃないかなと思ってですね、これちょっとこうメッシュな感じで、まあ、タオル置いても通気性があるし、まあ、そのあたりも気に入ってはいるんですけども、で、前回ね、使ってたのが、もうちょっと背が高くて上にね、棚がある、プラスチックの、ラックを使ってたんですよ、タオル大きいんですね。そしたら、上に棚があることでどんどん物とか置いちゃうんで結構ごちゃごちゃになったんですよ。それをもうちょっとシンプルにしたいなと思って IKEA にいろいろ見に行ったらこちらの出会いがございました。これはね、作るのも僕に不器用は不器用なんですけど比較的簡単でもう組み立てるだけということでですね、こちら IKEA のラック、これは買ってよかったなとは思います。いやー、いい買い物ができましたね。ということで元に戻して、ということで先月も洋服はたくさん購入いたしました。で、去年の7月といえば、去年のね、7月といえばこちらなんですよ。僕ビートルエクスクルーシブを購入したんですよね。もう1年経ちました。こちらのブラック購入いたしました。1年経ちましたね。で、1年点検も無事終わってですね、まあ何事もなく、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけども、このね、ザ・ビートルエクスクルーシブ、これ買ってから結構ね、いろんなところ行ってるなぁとか思って、これはね、本当良かった。で、ビートルといえば、こちらプチカスタムしましたよね。こちらどうぞ。はい、こちらになりますね。ブルーフィルムからグリーンフィルムに変えました。夜間走行の後ろからのこのヘッドライトの光も結構ね、軽減されてるような感じはあります。そうなんですよね、ブルーフィルムからグリーンフィルムに交換いたしました。なんかね、ちょっとこう落ち着いた感じになって気に入っているグリーンフィルムでございます。ということで、車を買って1年経ちまして、まあ洋服のね、好みもいろいろこうね、定まらずいろいろ購入はしているんですけども、まずどっから行きましょうか。なんかね、買って良かったアイテムよりなんか買ったアイテムの紹介みたいな感じになっちゃうんですけど、その中でも良かったアイテムっていうのをね、決めていこうじゃないかと。まあ無理に決める必要もないと思うんですけども、ということで、今噛みましたね。ということで行きたいと思います。これね、これは僕買って良かったなと思います。まあお気に入りのね、ユニクロ U のポケット付きの T シャツなんですけど、少しね、こう大きめのシルエットが特徴ですね。で、カラーなんですけど、これいつの間にか発売されておりました、ブラウンですね。で、ちょっとこうマーブルっぽい別色の糸がね、混ざっているようなブラウンでございまして、これは、今の時期から、まあ、秋に向けて使えるアイテム。もうね、秋物って店頭結構出てるじゃないですか。ユニクロ U も長袖出てるんですよ。で、好きなカラー、ちょっとこうなんていうかな、何色っていうんだろう、ベージュの濃いブラウンなのかな、そんな感じのね、カラーも出ててですね、これの長袖も確かあったと思うんですけど、欲しいなと思うんですけど、実際今買ったところで着られますかっていう感じになるじゃないですか。もうクソ暑いのに。ということで、そのあたりはまた追加色とか出たりするのかなというようなこう期待をね、持ちつつ様子見でございます。ただこれはね、秋になってロンティーの重ね着だとかも使えるし、今だったらベージュのね、パンツとかとの組み合わせもとても良かったので、これは気に入っている。まあこれは買って良かったアイテム入れたいと思います。で、続きまして、そうですね、これいこっか。やっぱりこう古着でございます。この古着の T シャツでね、カリフォルニアって書いてあるじゃないですか。これね、良かった。山口の道場門前にあるキャメルさんで購入したんですけども、
このテロンテロン具合最高ですね。あのカーキのあのカーゴパンツ、カーゴパンツと合わせたりだとか、まあね、あのダメージだとか、今ユーズド加工が入った、デニムだとかのねコーディネートで、ちょっとこうね、あの古着スタイルっていうのもですね、秋冬ね、なんかまあいろんなね古着スタイルもなんかいろいろ、シャツもそうし、寝るシャツだとか、ね、いろいろちょっと古着スタイルも取り入れたいなと、あのきっかけになりそうな T シャツということで、買ってよかったアイテムっていうか、こうオーナーさんも含めてこう出会いですね、出会いのある T シャツでございます。で続きましてですね、こちら一番今月派手な買い物じゃないですか、プレイボーイのこのシャツでございます。これね、あのフリックスストアとのコラボのシャツで、素材がね、あのポリだったかな、ポリとポリウレタンなんで、ちょっと暑いかなと思ったんですけど、実際着たらね、サラッとしてね、意外とこれ着やすかったですね。カラーもそうだし、このね、バニーガール柄、いいっすよね。かわいいっすよね。で一応セットアップ購入計画もあって、まあ、価格もね、パンツとかだと4000円ぐらいまで一回下がったのかな。買おうかなと思ったんですけど、まあ、じゃあどこに着ていくのかっていう話にもなるんで、とりあえず今年は柄シャツ1枚欲しかったので、こちら購入いたしました。これはね、買ってよかったアイテム、まあただこれ季節的に限られるじゃないですか。まあブラックデニムとかと合わせたら相当かっこよかったんですけど、ほんと好みだったんですけど、ただ季節的に今限定なので、買ってよかったアイテムには入らないけど、でもまあでもな、いいな、これもよかったですね。ということで続いて、これはね絶対的に買ってよかったアイテムでございます。無印良品のスタンドカラーのシャツでございます。これは買ってよかったアイテムでございます。これもともと白持ってました。白持ってて、それが2990円なんですよ。多分それ買った時も、なんか1000円引きか中で買ったとは思うんですけども、これに関しては半額でございます。この色いいですよね。色ね、なんか難しいカラーでしたよ。グレー、何？グレーベージュみたいな、グレッシュなんとかみたいな感じのカラーだったんですけども、これね、あのサイズ、いつも通り無印良品 L サイズを購入しているんですけども、少し大きめ、ボックスシルエットでございます。だからこう、なんていうかな、ゆったりしたスタイルにも使えるということで、アームの太さだったりだとか、もうポケットの位置関係も、ポケットもこれよく見たら少し大きめポケットですよね。でオックスフォードの素材でですね、これは秋冬大活躍間違いなしなんじゃないかなと思います。まあね、今もね袖まとりして着たら多分着られなくはないと思うんですけど、多分ね室内限定かな、室外出たら多分汗じみ出ちゃうカラーだと思うんですけども、とてもね気に入った一着でございます。続いてシャツいきます。こちらも久しぶりですね、コムデギャルソンのシャツを購入いたしました。これ、オムドゥのシャツでございますね。このストライプの切り返しですね、切り返しいいですね。サイズ感的には S サイズなんで、そんなに大きくはないんですけども、まあ、いろんなね、あのサイズ感だとか、まあ、いろんなデザインとか、ちょっといろいろ試している状態でございます。古着も含めて、まあ、今年、今月だから、先月は、まあ、こういったね少しきれいめな感じだったりだとか、ナチュラル系ハードっぽいシャツ、古着にまあちょっ と, と、まあ、トレンド性のあるっていうか、まあ、こういった T シャツも含めていろんな方向性の洋服は買えたので楽しめているんじゃないかなと思います。で今の時期って、これからの時期、夏物の処分品を買うか、秋も冬も着られるセール価格を狙うなのか、あと新作を買うか、まあ、悩むところではあるんですけども、パンツをいろいろ購入したいと思っております。で1本目こちらですね、スタプレ、リーバイスのスタプレ追加購入でございます。これはねカットオフのデザインになってますね。カットオフのデザインですね。だいぶいい感じにほつれてきているんじゃないかなと思います。続きまして、これはこれです。これは買ってよかったアイテムに入ります。ただですね、実はもう一本買ってはいるんですけど、それ形違いで、そっちがねブラウンなんですよ。僕もともとブラウンのパンツ欲しかったんですよ。なんでかったら、このね無印良品のシャツと合わせて、着たかったので、ブラウンをね買ったつもりだったんですけど、まあ届いて履いてみて、カーキに見えるけどね、ブラウン買ったつもりだよなと思って、でもどう見てもカーキだよなと思っていたんですけども、実際カーキでございました。こちらリーのパンツですね。リーのパンツの購入でございます。ただですね、これはね、意外とね、使える。このシャツのね、組み合わせも良かったし、このギャルソンとのシャツの組み合わせ良かったし、あとね、白の、僕、シュプリームのボックス、シュプリームのポケット付きの T シャツあるじゃないですか。それとのね、組み合わせね、すごく好きで、
綺麗めにも使えるし、ちょっとストリートっぽい感じにも使えるような雰囲気があるので、これは買ってよかったで、少しねこうワイドなシルエット抜群ですね。もう一本、あとねもう一本買ってるんで、それは到着次第またね動画残したいなと思うんですけども、リーのねチノパン抜群です。あとは、小物関係ですね、サスペンダーファクトリーのこれメイドイン USA のですねガチャベルト、映るかな、メイドイン USA のガチャベルト買ったりだとか、あとこちらですね、ジョンブル2クラス .x のジェットキャップです。ここ刺繍入ってますね。刺繍入ってるんですけど、オリジナルボディではなくてユーポンのボディを使っておりますので、これねアマゾンかなんかで検索したらこのマークがなくて1500円とか2000円で売ってるんで、まあオリジナルボディではないんですけど形がすごくいい。あとね僕キャップ、真夏に関してはまあこの帽子に限らず一回洗ったらこう汗かくじゃないですか。それでね僕洗濯機で洗うんですけども、そのガシガシ洗っても耐えられるこのね丈夫さ抜群です。まあそんな感じですかね。だから買ってよかったアイテムを行くと4つになりますね。まあ、全部買ってよかった、まあ、出会いもありますから、全部買ってよかったっちゃよかったんですけども、まあ1つ目がこちら IKEA のラックであったりだとか、あとはユニクロ U のポケット付き T シャツのブラウン、あとは、無印良品のスタンドカラーのシャツ、オックスフォードのシャツですね。あとは、リーのこちらカーキのトラウザーパンツ、まあ、この4つですかね、あえて絞るんであれば。まあそんな感じでですね、7月も良い買い物ができたんじゃないかなと思いますという形で終わりにしたいと思います。あ、このチャッキーも7月でしたという形で終わりにしたいと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。おかつよしでした。ではまた見てください。あとね、がっつり忘れてましたね、このヤング96、これねほぼ毎日履いてます。何かしらとこれ一回履くぐらいの勢い。ヤング96、最高です。